中日は6点差をひっくり返された前日3日に続き痛恨の逆転負けで借金が今季最多の8に膨らんだ寄せられていた反応をまとめましたのでご覧くださいドラゴンズはこの3連戦は3連勝できたと思うしかし昨日も今日も終盤に逆転負け結局ロドリゲスの亡命がもろに響いている昨日は中継ぎを1枚早く投入せざるを得ない 今日は柳を1イニング引っ張らざるを得ない。ビシエドと福永が復帰して昨日は7得点と珍しく打線が点を取っても投打がかみ合わない開幕から好投を続け今日は2安打2打点8回途中129球と力投を見せた柳はゲームセットの瞬間ベンチでしばらく顔を上げられなかったこんなことが続くと心が折れてしまう最下位にふさわしい3連戦だったと思う 長打は石川の二塁打のみであとは全て単打。ホームランもなければ長打もない。得点圏では単打すら打てない中日打線。7回には100球以上投げてる柳に代打を出さずそのまま8回投げさせ、村松と大島のエラーで気持ちが切れたのか打たれてしまい、回の途中で変えられてしまう始末。柳は登板した試合は全て試合作ってるのに、これで0勝3敗。かわいそうすぎる。 チームホームラン数4本得点数ともに圧倒的に最下位リーグぶっちぎりの最下位の中日和歌屋の外じゃん立浪監督と落合ヘッドコーチは責任感じろよわしはずっと立浪を批判してきたこれ見たことかどう考えても勝てるわけがない二遊間が新人頼みで何がセンターライン強化だよヘッドコーチという肩書きだけどヘッドコーチの役目を果たさない落合もだよ 正直投手起用も行き当たりばったりだよもっと負けてオールスター前に立浪にはやめてもらいたい監督の器じゃないこれ以上立浪にめちゃくちゃにされてはいかん最悪だよ1打席前で大山に初球を二塁打ち打たれてるんだから初球気をつけて入らないとってなるのに真ん中のボールを打たれる7回に1失点したのに打席に立たせて続投 流れが悪いんだから、代打を出してピッチャー交代でしょ。大島もポロポロこぼすし、村松は併殺打ち取れそうか微妙だったけどこぼすし、細川はあの打球速度と前進守備でランナーを返すしさ。結局、野手と首脳陣が足引っ張ってんじゃん。采配負けだよ、それ以上采配ミスランなら辞任してほしい。動画をご覧いただきありがとうございます。